天才卓球少女として幼い頃から注目を浴び、愛ちゃんの愛称で親しまれてきた福原愛。リオ五輪台湾男子代表だった台湾の卓球選手の元夫、高校すぐると子供をめぐって泥沼化している。2016年9月1日、2人は結婚した。当時は1日に60回以上もキスをするラブラブカップルだった福原と絵だが。 福原の、w、不倫、疑惑スキャンダルやへのモラハラ疑惑などにより2021年7月に離婚が成立夫婦の間には2人の子供がいる子供たちの負担を減らすため親権は共同親権という形を取ることになったことが明らかになった しかし翌年の2022年7月24日、絵が SNS 上で福原が第2子の長男を日本に連れ去ったまま連絡が取れなくなったと投稿。夏休みが終わるまでという取り決めで面会交流をしていたはずが、福原からの連絡が途切れたと絵は主張している。子供を守る配慮がない、福原の主張。硬直状態が続いていた2人だが、 ついに今年の7月27日、映画都内の日本外国特派員協会クラブで、福原さんに対し子供連れ去りで訴えるというテーマで緊急会見を開いたのだ。本年7月20日、日本の裁判所の審判結果を受け取りました。福原愛さんに対し、息子を私に引き渡すよう命ずる内容です。 私からは、日本の裁判所が審判を出してくださったことに感謝申し上げるとともに、早く息子に会いたい、ということを申し上げたいです。対して、7月27日、福原愛の代理人弁護士である今里恵子が福原の公式 SNS アカウントから報道陣に対してコメントを発表。絵の申し立てが不当であることを示し、絵師の申し立ては一方的な主張に基づいていますし。 日本国内の司法の手続きは未確定であり、さらなる審理を期していますと非難した、また、誤解を招くへの会見内容に関しても言及し、子どもを守る配慮がないことを強調、福原は会見が行われることや、絵師が来日していることすら知らなかったと主張。 子どもが晒し者になることに心を痛めているとした上でこのような見解を示したのだ絵は「南半男ひも男福原浮気女」「台湾報道」意図的に両親と子どもの関係を引き裂き子どもに悲しい思いをさせ別離を引き起こすものであり子どもに対する家庭内暴力の一種です 両親のの離婚の背景には様々な理由があります。私たちは子供たちや画面の中の父親の良いイメージを守りたいので正面からの攻撃はしていませんどうか高校すぐるも大人の態度で家庭の問題に向き合っていただきたいと思います国際問題にも発展しかねない騒動だが台湾や中国本土ではどのような反応をしているのだろうか 日本、台湾だけでなく中国のメディアでも次々に取り上げられ中国版ツイッター現在は X とも言われる現地 SNS のウェイボーウェイボーでは高校すぐるが福原愛を訴えたというトピックがトレンド1位になるほど各紙が2人の騒動をこぞって報じ台湾の大手メディア連合法では 絵を南半男ひも男と福原を浮気女と揶揄する記事も双方散々な言われようだしかし意外にも SNS での反応に違いがある日本では福原を非難する声であふれ返り台湾でも子どもと離れ離れになった絵に対して同情を示すネットの声が多かったその一方で中国のウェイボーでは 絵師はただ注目を集めたいだけモラハラで愛ちゃんを苦しめたのに今更何「愛さん絶対に子供を渡してはいけませんもし子供を渡したら一生子供に会うことはできません台湾人と離婚するのは本当に難しいんだよね愛ちゃんを無条件で応援します子供の親権を取り戻すのが一番です」 この年齢の子供は母親と一緒に暮らすのが一番中国では女性の多くが福原愛を支持するが日本の裁判所は福原愛に敗訴宣告なんて冷たい国なのだろう思いの外福原を応援する人も聞かれてる実際福原の不倫の末に離婚したにもかかわらずウェイボーでは 私たちだけは何があっても愛ちゃんを応援するから離婚しようが何しようが一生ついていきますという応援コメントが日本台湾に比べて圧倒的に多く見られる中国では身内認定なぜ中国で福原はこんなにも好かれているのだろうか中国の関係は根強く小学生に上がる直前から始まったという。 福原さんより先に卓球を始めた実刑のコーチが中国人だったこともあり彼女にとっても中国は身近でした福原さんが初めて現地に渡ったのは6歳の時だったと言われています17歳の時中国長級リーグの遼寧省チームに入団外国人にもかかわらずチームのメンバーたちと生活を共にし チームに溶け込むため中国語をほぼ完璧にマスターするなどの努力をしていましたその結果彼女へ親近感を抱いた中国人によってすっかり身内認定されました中国人にとって憧れのスポーツだった卓球の世界で現地に馴染む努力と競技の練習を惜しまなかった福原現地からは大きな支持を得ているのだという 2008年に当時の中国の国家主席である恵比寿均等氏が来日したとき福原と卓球の交流試合をした後、あなたは私のことを知らないかもしれないが私はあなたのことをよく知っていますよと評して話題になったこともありました今回福原さんの弁護士がコメントを発表したのも日本ではなく現地の SNS ウェイボーを通じてです フォロワーは約550万人と日本人の中ではトップクラスこれらのことからも彼女が中国で強く支持されていることがわかりますね日本のみならず中華圏の世論をも巻き込んだこの騒動誰もが納得のいく決着となる可能性はもはやない